皆さんどうもピーマンです。今回の大谷翔平の二刀流物語は6月の26日西武戦からスタートしていくからね、早速投げる試合になりますから。前回の動画ではね、本当ソフトバンク戦でかなりの炎上をし、このシリーズ最多失点の8点ボコボコにやられましたからね。その分の借りをね、いずれソフトバンクに返していかないとダメですが、まずは西武戦。この西武戦も振り返ってみればね、過去1試合炎上して5失点としてますから、そのリベンジをまずね、この西武戦で返していけたらなと思います。さあ、今日の1試合というのは、牧田との投げ合いになるわけだ。そして相手打線はこんな感じ。浅村が1番で、秋山が3番なんだね。まあ、いろいろと突っ込みどころはありますが、相手のことにはあまり触れないようにね、大谷ができることというのをやっていけばいいんだけど、今日ちょっと大谷調子悪いからね、これ初めてだよ。ピッチングの方で調子悪いのはね。バッティングだったら絶不調とか不調とかよくある話なんだけど、投手ではいつも万全な状態でできてたからね。絶好調の中の登板っていうのが非常に多かったから、ここまでの成績があったんですけど、調子の悪さをどうカバーするかだね。まあ、調子が悪いからといって打たれるようなまでは絶対にあってはならない。最後、先頭バッターの浅村。現在は打点ランキング6位で49打点。それを1番で使う意味っていうのは何なんだろうね。1番で打点多いやつ使うのか、なんか違うような気がするが、まあでもね、秋山にしたって中場、この浅村にしたって抑えることは変わりませんから、しっかりとリードオフはまず抑えないといきなりやばいことになるからね。抑えたいんだけどな、なかなか振ってくれねえな。はい、三振だね。まあ、オッケー。おお、大谷いい反応、素晴らしいね。いや、今後ろ抜けてたらヒットでしょうね。救われましたよ、今のプレーは。まあ、大谷自身が取りましたからね、素晴らしい。で、ここで秋山、本来なら1番のはずなんですけど、まあ1番だろうが3番だろうがね、もう打力というのはものすごくある選手ですから、長打も結構ありますしね、どこで打ってもいいんだよ。ぶっちゃけ4番でもいいくらいだよ。まあ、4番には中村がいるからね。怖いバッターには変わりないよ、どこにいようが。むしろ3番秋山の方が怖いんだけど、ここは失投での三振だ。気持ちよさはないけど、まあアウトになりゃいいわ。完全なるど真ん中、投げるやつもそうだが見るやつもそうだよ。なんで手出さねえんだ。いろいろおかしいだろ今の三振ね。さあ2回中村から始まるところね。現在打点ランキングでは2位、57打点。デスパイネが結構ダントツなんだよな。ほんで18本も打ってます。率もある選手ですからね。対大谷キラーでもあるんで、この辺は注意かな。甘く入らなくても打ってくるぞこの中村は。よしで落としとけ、決まった。うわー、振らねえんだよな。ただこの V スラ、縦スラは振る。このフォーク縦スラ、これがいいんだ、こういうバッターにはね。やはり中村今トップですね。でこのバッターメヒアが今2位なんだ、本塁打ランキングでね。お前1位と2位が並んでくるっていう怖い打線だな。まあそれを抑えるんやけどね。メヒアに関しては簡単、追い込めば、まあ、シンプルフォークを落とすだけで振ってくれるかなと思ったんですが、振らないのであれば中村と同じ縦スラで、はい三振。このコンボやばい、これやったときはぶっちゃけ誰でも抑えれるんだけどね、あまり使いたくない手だよ、簡単すぎるってね。まあでも今日はその手を使わないとね、調子の悪さもあるんで、まあ使いまくって抑えましょう。特にこの西武戦ではなんかこのフォークと縦スラがよく効くような気がするわ。落ちる球苦手な選手多いからね。この森もおそらくこの縦スラも反応して振ってくるねー、完璧。面白いくらいにここまで三振が取れてる。もうすでに5個だよ。6個のアウト中5個が三振だからね、敵なしって感じ。まあこれぞ大谷翔平だわな。うわー、翔さんの頑張り虚しく、ファールか。まあしゃあないわ。はい三振、エース7個中6個だこれで。で住谷さんに関してはもう敵じゃないですから、まあ楽に抑えてですね、もう同じプロ野球選手だと大谷翔平は思ってないので、なんかいる人、うん、当然ですね、帰れ早よ。いや、大谷無双始まってますよ、これね、もうすでに7個の三振ですからね、えぐいっす。よっしゃ、もうこれも多分落とせば三振取れるわ、今日キレッキレ。おいっせーす。でも大谷のキレッキレもそうなんだけどね、相手がなんかフォークより振ってくれるような気がする。今日はもう大谷翔平のショータイム、ふさわしい一日だね。さあ、援護も早くプリーズね。ああ、陽台間盗塁に成功。もうこれ入ったでしょ。え、入るよね。いや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 、嘘でし
スリアードがしっかり打ってくれたね。いいっすね。その前のやつが決めないとダメなんだけどね。中田翔サードフライに田中も凡退という非常に悪いのが続いてたね。さあ4回まで8個の三振プラスノーヒット。まあでもここからどうなるかわかんないね。三振取りすぎるときっていうのは後の展開がちょっと怖い場合もあるからさ、そこは注意だよ。うわーこうやってね、ほら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 言ってるそばからいきなりヒットだよ。もう勘弁してくれよこの流れ。これでもノーヒットノーランすぐ途切れましたね。まあいけると思ってなかったからさ、簡単に打ってきやがるな。送りバント、そしてバントのもう合図をしてるというかね、構えしてるのにもかかわらずゲッツーシフトやからね。この手のパターンでヒット量産されることが多いからさ、もうこういう時はね、三塁方向にバント転がせないよね。インコースインコース攻めないとね。三塁方向に転がると左バッターの場合も大抵全部セーフになりますから。それでヒット量産されてね、ピンチになって失点に絡んだこともあるんだけど、これもセンター前軽く打ってくんな。本当今まで何だったんやね。3回まで8奪三振の男が4回にこの捕まりようだぜ。フェイクだったのかな今までの三振はね。この4回のためのそんななんか頭脳戦あるこのねプロ野球で。野球で見たことないけどね、そんな頭脳戦。マジか。ほんでここで中村だからね、バッターとの対決に集中だわな。いやもう先取りはやっぱ三振取ることが一番だと思いますので。うわー、その中村に逆転なるか。これまでの好投マジで何だったんや。逆転スリーラン、わあ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 、夢から覚めたね。現実だわ。3回までが夢、4回から現実。こんな展開皆さん見たことある？野球である？いや他のスポーツでもねえよ。嘘だろ。ライオンズホームランで逆転しています。魔法は解けてるな。今日はもうこれ以上失点しないようにやっていくしかないな。いや本当になんやこれ、なんちゅうゲームや。うわほんで今まで振ってくれてたこのコンビが振ってくれなくなってるっていうね。あーまあここは三振ね。今日9個目も3失点ですからね。焼けて三振取るスポーツじゃないからね。三振いくらね取っても3失点したということを考えればダメっすよ。本当に何だったんだろうね今まで。4回突如として試合の展開が全部変わったわ。いやもうちょっと忘れましょう。ここからはやらないよう、ね、うわーなんで振らねえんだ。いや振らなくなってんだよな。まず第一、ほんでこれだよ。 What？ どうすりゃええねん。今まで振ってた球は全く振らなくなる。そんなことできる？やっぱフェイクだったんだね。騙されたんだよ。なんかショータイムだみたいな喜んでたけどね。見事に相手打線にはめられて、騙されてこの結果だよ。ダッサ！で、送りバントはもう成功どころかヒットになるぞ、これ。もう、だからなんでバントの構えしてんのにシフト敷かれんだよ、このゲームはもう。意味がわかんねえ本当に。敷かない理由ないだろう。敷いてくれよ頼むから。もうこういう展開が続くんだよ。ほんで4失点目だよこんなもん。 QS も途切れるわ。うわーもうこれだからね、振らないんだよ全く。ここでようやく一つのアウト取るもピンチは変わらず、10個目の三振も喜びは全然ないというね。これまた敗北するピンチじゃない？よしいいぞ。さあシンプルを落として当ててきて、頭越えて4失点。魔法が解けたというより初回からフォーク対応しすぎたのかもしれないね、まあ、いつもフォークねもう武器に抑えてますけども、今日はあまりにも使いすぎた。初回からエンジン全開で行き過ぎだから、これね、後のイニングでフォーク見られ、そして当てられ、ヒットになれっていうことになってるんだね。はい。ゲッツーか？まだ取れてないしさ、まだピンチ続くぞ、もう。
はい、三振もここでまた失点でね、4失点目ということで。いや、もう変えてもらっていいけどね、今日に関しては。まだ行くか。行くね、6回投げろってことか。三振だけは取れてるよね。ほんで、さっき打たれたな、このフォーク。苦手なね、中村の苦手な変化球を見事に捉えられた。そういう打席になったからね。誰も想像できなかったでしょう。あそこでスリーランっていうのはね。予想も想像もできない。そういうイニングが、まあ3回、4回にあったわけですよね。ここまでお前4回から別人化することあんのかっていう流れで今試合来てるけどね。どっちもね、大谷にしても相手バッターにしてもね、まあ、ここは三振も、まあ、もう今日スリーラン打たれてる分ね、どれだけ抑えようがやり返したことにはならない。はい、三振、今日13個目。おー、飛距離は結構あるね。まあでもレアード追いついてアウトもだね。4点失点してるから、監督はどこまで引っ張りたいんだ。あ、でも2点目入ったね。ああ、いいじゃないですか。これは、3点目入ったね。よしよし、とりあえず大谷の負けが消えるかもしれん。あと1点頑張ってくれ。うわ、もうあと1点頑張れや。7回行かせるんかい、ほんで。あまり行かせない方がいいけどね。まあ、野手の頑張りもあって1点差となってますから、うまくいけばね、この後の8回で。まあ、チーム同点追いついてくれて、結果大谷の負け消えるという可能性もあるが、まあでもこれ以上引っ張るのは危険だと思うけどね。勝つためなら変えた方がいいような気がするが、まあ任された以上は抑える、それが先発の仕事なんやけどね。任した結果打たれる、監督が無能やからやろこれね。もう軽々打たれんな本当に。今フォークじゃねえ、スライダーだぞそれも。インロー完璧に決まってるとこで、代打山川か、誰だね。あ、山川穂高だ。この時はまだそんな打ってないはずだ。パワーだけの選手だね。2016年シーズンかなり打ってましたけどね。で、2017年ですね。盗塁できてアウトか。セーフじゃねえかよ。いろいろやられとんな、ようわからん選手に。なんで振らねえんだ。振ってくるのはいいんだけど。三振なれ。当てて、1、2塁か。ああ、これ待って、さっき言ったよね。過去西武戦に5失点したと。その流れですよ。投げたイニングもこれまんま同じになるんじゃないかな。あの時も6回、7回途中だったからね、確か。で、斎藤。ノーアウトだぜ。5失点避けられんだろ、これ。ここからバットに当てないという、当てれないという展開ないだろう。はい、やっぱフォーク当てられたね。ダメだ。もう完全通用してない。投げすぎたね、うん、もう今日に関しては終わりだわ。はい、ソフトバンク戦に続いてのこの炎上劇です。ここで交代かな、大谷翔平はね。はい、交代ですね。あとは後続のピッチャー任せましょう。まあ打たれなきゃいいんですけどね。どうだ、あおい、後続クロッタが抑えてくれたね、センキュー。まあでも結果5失点ですからね。はい、炎上の流れは止められず、ただチームは援護はくれてるのでね、あと9回で1点取ってくれたらいいんですけども。どうだ、これ同点に追いつけば大谷の負けは消えるが、残念だね。まあ残念というか当然だよ。これだけのピッチングしておいて負けを消してくれなんてね、そんな甘いことは言ってられないので。かー、もう本当になんか本当意味不明なゲームでしたね。何だったんだろうっていう、3回まで誰だったんやっていうね。互いに大谷も相手打線もね、1回2回3回パーフェクトピッチング。これまでにもう三振は8個ですからね。1つのアウトを除いて全部三振でしたから、ただ4回からこれですからね。ヒット、送りバント、ヒットでホームランでスリーラン。まあもうそこからね、ご覧の通りの展開となったわけ。ボロッボロです。こんなゲーム見たことね。はい、これで前回の動画に引き続き2試合続けての5失点以上の炎上。最後に好投したのは8回3分の2を投げて1失点の巨人戦ですね。6月9日のこの時の防御率は 1.13 なんですけど、そこからの炎上劇が続き 1.96。 ここまで防御率ランキングトップでしたが、リーグ4位になってますからね。もういろいろとこの2試合で失ってます。さあ、大谷翔平、この西武3連戦の3戦目6番ライトで出場なんですけども、絶不調&相手ピッチャー菊池雄星というね、打てる条件が何一つとして揃ってない。
ただですね、投手でこれだけ燃えた挙句、ね、野手でもボッコボコに抑えられたら、ああ、まあそれはもう残念なことになるよね。何もできずに終えた西武3連戦ということになりますので、絶対に回避しなければならないし、意地を見せていかなければならない。大谷翔平の1打席目、せめて野手でこの西武ファンにね、大谷って怖いんだぞっていうところを見せつけたいんだけど、今日は菊池雄星が先発。まあ、打ちづらい投手ですからね、球が速いという時点で俺からしたらもう天敵、打てないやつだわ、打てないやつランキング1位だわ。ほらね、わー、はい、三振、ズバッと決まったね。まあ当然の結果だ。さあ、ただ2打席目はワンアウトランナー1塁2塁というチャンスできたからね、ここでは見せていきたいんだが、得点圏ですらクソな大谷翔平ですから、誰からも期待されてねえよ。あ、大谷の打席か、テレビ消しとこうってなってるわ。面白くないからね、見る価値がない。それくらい期待されてねえんだよ、どっちのファンにもね。本来の大谷ならね、どっちのファンからも期待されるようなね、おそらく打撃での結果になるとは思うんですけど。さあ、改めて集中していきたい場面です。フルカウント、次が勝負の1球になります。おい、フォアボール。よーし、よし、これは菊池雄星のミスでしょ。こんなやつにフォアボール与えるんやからね。今日4四球ですから。どうやらこの2015年の菊池雄星はそこまですごいピッチャーでもなさそうだね。うわー、でも三振だー。うわー、マジか、今日はフォアボールのみ。また打席回ってくると思うんでね、そこで打ちたいが。まあでも菊池雄星も降板してるからね、今日は互いに取って取られの繰り返しだね。5対5でここまで来て、その中で大谷翔平はフォアボールを一つ選んだだけ。ピッチャーやはり変わってます、竹熊ですね。で、フォアボール、ありがたや、ありがたや、本当に。いや、もう今日は菊池と竹熊はベンチで怒られるでしょうね。こんな1割台バッターのやつのフォアボールを与えまくってんだからね、怒られて当然だわ。そしてまたもやチャンスでやってくる。今日はカラさんフォアボール、カラさんフォアボールとバットで結果残せない一日続いてますが、ワンアウトランナー1塁3塁ね。ほんでチームも6点目が入り、さらに追加点が欲しいという流れでの大谷の打席ですから、やることをやれ。ここで打てばこれまでのね、クソみたいな凡退なんて何にも思われない、むしろ評価されるね、それがね。行こう、前に飛ばせよ、ワンアウトだから犠牲フライもあるんだぞ。空振りはノーだと皆が思ってる打席で空振るやつ、今日は空さんフォアボール、空さんフォアボール、空さんで終わったというね。三振のサンドイッチだよ、美味しくない、それ何が美味しいんだよ、誰が注文するんだそんなもんね。ゼロでもいらんわ、むしろこっちが金もらわなきゃ受け取らないレベルだよ。いくらフォアボール選べようがね、得点圏で打てない、バットにもまとも当たらない、そんなバッターはいらないんです。フォアボール選んだっつったって2個しか選んでないし、そもそも通算では全く選んでないバッターですからね、スタメンで使う意味がない、価値がない、そんなバッターなんですけども、今日も何もできずに終わっちゃいましたね。見るだけの人、バット振っては三振の人やね。17試合もの間一発が出ていない、いやもう、いや魅力じゃないだろ、ここまで出てないんだったらね。ホームラン打つのが珍しい人なんだから、魅力でも何でもないよ、打てないのが当たり前だよ。はい、じゃあ今回の動画は短いようですが、これにて終わりにして、次回はオリックス戦から始めていきますのでね、オリックス戦この7月2日の試合登板予定ですからね。本当に今回ね、3試合しかプレイしませんでしたが、その3試合でいろいろと起こるというね、バッターでは三振しまくりね、からさんフォアボール、からさんフォアボール、からさんというネタ尽くし、投げてはね、本当に、まあ、ご覧いただいた通り、まあ、あのような結果になりましたからね、2試合連続の炎上、残念な感じが続いてますから、次回はなんとかオリックス戦でまずこの炎上の流れを止め、そして今季12勝目を上げれるよう、防御率も1点台キープできるよう、そして打ってはね、最高の結果を出せるよう、もうとにかく気合を入れてやるしかないですから、もう非常に残念な二刀流物語続いてます。これでさらば大谷翔平とは言えないでしょう。海渡るんじゃなくて二軍に落ちる大谷翔平ですからね、このままだと。いい結果をね、必ずや残していきましょう。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。次回の動画もお楽しみにね、グググググ、バイ、またおう。